手のまふまふさんとの同性疑惑騒動に揺れる、VTuber、ジュン・アルシアさんの所属事務所が2022年2月14日、今回の一件をめぐって、誹謗中傷が行われているなどとして、注意喚起をした。騒動の発端となったのは、2月10日に行われた、ジュンワさんらによる、ゲーム実況の配信中、まふまふさん、から届いた、たった今生放送を終わって、帰る準備してるよというメッセージが、配信画面に映ったこと。その後、まふまふさんは、ツイッターで同性を否定していた。そんな中、ジュンワさんの所属事務所は14日、公式サイト上に、弊社、所属タレント、ジュン・アルシアに関するご報告というお知らせを公開。冒頭では、関係各所の皆様、並びに、いつも応援していただいているファンの皆様に大、義なご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げますと謝罪している。その上で、ジュンワさんをめぐる騒動について、プライベートは本人に一任しておりますとしながらも、今回の一件をめぐり誹謗中傷や捏造が、SNS などで発信されているとし、本人のみならず他の所属タレントにおきましても、精神的負担を受けておりますので、当該行為はご遠慮くださいませと注意喚起を行った。さらに事務所の発表では、今回の騒動に関連し、第三者への事実と異なる情報ノルフ並びに業務上のやり取りを含む情報の流出が見受けられたとのこと。具体的には明かされなかったものの対応方針を含めて現在社内協議中ですとしていた。また、ジュンワさん本人も同日にツイッターを更新しすぐに発信できずごめんなさい。皆様にご心配と迷惑をかけて大変申し訳ないですと謝罪しつつ、また、心身ともに落ち着き次第ちゃんと発信させてください。ごめんねとつっていた。この一連の報告にジュンワさんのファンからは、ずっと待ってます。またもと、気な姿が見れるのを楽しみに、いつまでもお待ちしてますという声が集まっていた。